げえ。未来の技術マジですっげえ。おばばのキャラが崩壊するほどの凄さ。ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回は、今未来に来とるけんね。とりあえずこの C ランクへの挑戦。これをやっていこうかなと。そろそろウォッチも強化したい頃だし、おばばの元に話を聞きに行ってみよう。ってことで、行ってみよう。頼み事がある人の元へ行こう。待って、早い。ナビワーン。あ、いたいたいた。こんな早朝から。おお。お主たち、頑張っているようじゃな。そろそろウォッチを強化してもいい頃かもしれん。やったね。ただそのことで、ちっとばかしお主たちに相談があっての。実は強化をしようにも、ウォッチが多すぎて困っておるんじゃ。どういうこと？そこでウォッチ強化作業に役立ちそうなものを、お主たちで探してきてほしいんじゃ。多すぎてちょっと時間がかかるってこと？頼めるかの？いや、いいけど別に。ウォッチを強化してくれるというおばば。しかし強化するにもあまりにウォッチが多すぎてどうにも困っているという。確かにこれは大変そうだ。なんとかする方法はないだろうか。引き受けましょう。そうね。確かに多いわよね、ウォッチ。4つ？この間はノリと気合でなんとかしたが、これ以上はさすがのわしでも限界じゃ。ノリ今のまま無理やり頑張るとすると、すごく長い間ウォッチを扱うことになるの。それは困るよ。それはさすがに困るな。おばさんのためにもなんとかできないかな。なになになに、怪しい笑い。こんなこともあろうかと調べておきましたよ、皆さん。ズバリ、こういう時はロボニャンに助けを求めてはいかがでしょう。ロボニャン、はるか未来からやってきた彼ならば、超未来のテクノロジーで力になってくれるでしょう。氷もさらに未来。それになんたってロボです。機械にはめちゃ強いに決まってますかも。他に当てもなさそうだし、ひとまずそれで行ってみようか。そうね。とにかく行って、一回当たってみましょうか。では決まりですね。調べましたところ、ロボニャンはケイタ君の時代の河川敷のあたりにいるようですね。では早速行ってみましょうか。C ランクへの挑戦発生。クエストを進めてみよう。なるほど。ということはだ。とりあえず、ケイタの時代に戻らないといけないわけですね。ということは、ペローン！見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。雲外鏡が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。ペローン！あれよね。ケイタの世界でも大丈夫なわけやろ？とりあえず現代で、大森神社。どのあたり？桜台地小学校。なんかびっくりマークついてないけど、このびっくりマークは一体何？あ、別に関係ないんかな。桜台地小学校。もうとりあえずここ行くか。はぁ、今は雲外鏡でこの場所にワープできませんですって。ふざけんなよ。ふざけんなよ。ってことはどうしようか。桜台に中学校。まあ、とりあえずあれか。あれや、現代の方で、メインストーリーが進むけんさ、それでってことやろ。ちょっと待って。ナビは、あったあった。メインストーリーが進んでいくけん、こっちか。はいはい。ちょっとそれを、まあ、並行で進めていかんといかんということか。くそー。チャリチャリチャリ。お、ナビアもスピードアップしたね、今。一緒にスピードアップしたね。多分、メインストーリーの方が、ケイタのいる現代の世界に戻ろうっていう風に今なっとったと思うけん。はい、危ねえ。引かれるかと思ったー。なやけん、とりあえず、それをこなしつつ、という感じになっていくわけですね。ロイヤルジェラート。やっぱなんかちょっと豪華そうなものは、七色に輝くわけですね。いいと思う。ものすごくいいと思うよ。あ、あれか。あったー。扉あったー。ロボニャンに会いに行こう。はい、現代に帰ります。あのびっくりマークはあれか。イベントがありますよっていうマークか。扉を通るってこんな感じですか。むずかゆいというか、こそばゆいというか。君も通らんかった？え？なんか神社の方騒がしくない？ん？何？え？もしかしてフクロウが、暴れてる？なんだなんだ。あれは、土蜘蛛と大釜のお二人じゃないですか。オロチとキュービーもいる。何かあったのかな？豪華な面々だな。ん？あれ、みんな知ってるの？ういっすー。妖魔界の大物妖怪たちですから、かつて私たちも一緒に戦った仲でびっす。なになに？でも元祖と本家のお偉いさんが集まるなんて、ただごとじゃない雰囲気を感じますよ。ういっすー。やはりフクロウが事件を起こしてしまったのかも。お話を聞いてみましょう。何かあったんすか？いや、しかしとりあえずここは、ロボニャンに会いに行くしか。ナビワンどこ行った？あ、いたいた。イェーイ。行くぜ行くぜー。あ、ここ？あ、なんかめっちゃグレルリンおるんやけど。なんかめっちゃグレルリンおる。ね、何やってんの君たち。何やってんの君たち。なんだとこら！おいこら見てんじゃねえぞ。お前たちにも根性入れてやろうか？へへへ。クレルリンは度胸が命。キムが太くねえとやっていけねえのさ。なんか面白い。めっちゃ集まっとるやん。なんだお前たちは。怪我したくなけりゃあっちへ行きやがれ。こんな集まるんすね。俺はいつもこんなことしてるが、実はピュアな恋ってやつに憧れてんだよ。そうなの？おい。俺は投稿のグレルリン。誰も恐れる最強の男よ。なんか面白いっすね、みんな。んだとこら。かわいいっすね、なんか。んだとこら。俺たち舐められたら終わりだからな。かっこいい練習してんだよ。おいこら。夜になったらあんな風に集まるんかな。そういうわけではない。どうも。ここはなんかまた別？あれか、ロボニャン。いたぜ、ロボニャン。かわいい。君たちこの私に何の用だ？ふんふん、なるほど。ウォッチの強化のために力を貸してほしいと。ならばちょうどいいスペシャルなマシンがあるぞ。その名もズバリ、超便利、全自動作業キットだ。そのまんま。これを君たちにやってもいいが、一つ条件がある。河川敷の北で騒いでいるグレルリンたちに、私に代わってお仕置きをしてほしいのだ。私さっきめっちゃ絡んできたんだけど。奴らここのところ、ずーっとあそこに座っていてな。とにもかくにも非常にうるさいのだ。ご近所の皆さんも私もとっても迷惑している。ランク C に上がるために力試したと思ってくれ。奴らならばちょうどいい相手だろう。では、お仕置きの件任せたぞ。倒すのかわいそうに。ねえ。そうか、倒してしまうのか。面白い集まりだなと思って見てたんだけどもね。ほら、ピュアな声がしたいとかも言ってたのに。なんだお前たちは。何？騒ぐのを今すぐやめろ。みんなうるさくて迷惑してるだって。ほう、俺たちのお楽しみタイムを邪魔しようとはいい度胸だ。そこまで言うならいいぜ。やめてやってもよ。ただし、俺たちに勝ったらだけどな。余裕だね、きっと。さあ、来いよ来いよ。めっちゃおる、グレルリン。マジであっこにおる全員ってこと？まあ、頑張るしかだよね。みんな変化。あったー。オラオラオラ。みんなどう？ちょっと猛烈猛進撃。てい。メラメラ。やりおる。かっこいい。イエーイ。あっという間にやっつけてしまったぜ。E ランクのプチコン、やったね。おとなしくなった？こいつら強すぎんだろガチで。覚えてやがれよ捨て台詞を。よし、これでもう悪さはしないだろ。これでお仕置き完了かな。そうね。じゃあロボニャンのところへ戻りましょうか。ロボニャンまだちゃんといる？あ、いるねいるね。チャリ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 。ロボニャンとは戦わないの？てか仲間になってくれないの？ねえ。よし！見事にお仕置きを成功させてくれたようだな。君たち、礼を言うぞ。では約束通りこれを渡そう。超便利！全自動作業キットを手に入れた。ロボットやロボット。これでウォッチの強化もうまくいくだろう。ロボニャン印の特注品だ。安心して使うがいい。ありがとう。っていうサローだ。お、旅立っていってしまう。ああ、いなくなった。じゃあこれでおばばのところに戻ろう。いやー、時代も超えれるのはめちゃくちゃ便利。おばばー行ってきたよー。おばばさん、はいこれロボニャンからもらってきたよ。超便利、全自動作業キットを手渡した。おばばじゃなくてもできるようになったんだよねこれ。うん、どれどれ。ここ、超便利全自動作業キットか。微妙に不安な名前じゃが、まあとりあえず使って試してみるかの。まあまあまあ、そこはネーミングセンスやけんね。ではお主たち、わしにウォッチを預けてくれるか。うん、はいボブさん。ボバにみんなに妖怪ウォッチを預けた。どれぐらいのスピードでできる？うん、では試してくれてな。しばし待っておれ。お試しされるのちょっと不安やけど大丈夫かな？不安だね。大丈夫ですよ。なんたってかのロボニャン印の特注品です。それが信頼あるのか。とりあえず待ってみよう。ボブさんならきっとやってくれるよ。おー、めっちゃ音が。どう？何？あ、ボブさんお帰りなさい。どうでした？すっげえ。未来の技術マジですっげえ。おばばのキャラが崩壊するほどの凄さ。おばば、なんか口調が変になってるぞ。おった、すまぬ。わしとしたことが完全に我を忘れておったわ。いいぞ。これは本当にすごい。おお。あっという間に全てのウォッチの強化が終わってしまったわい。まだほとんど時間も経ってませんよ。いやいや、本当なんちゃって。ほれ、この通りじゃ。妖怪ウォッチのランクが C に上がった。やったね。さすがロボニャンやわ。うん、細かい部分はさすがにわしがやったが、他は完全完璧にフォローしてくれたわい。いやほんと超便利全自動作業キット様々、そしてロボニャン様々じゃな。ロボニャンを推薦したのはこの私ですよ。分かった分かった。まさにこの天才妖怪羊のファインプレー。もっと褒めてくれてもいいんですからね。はいはい、また今度ね。夏目厳しい。なんか投げやりじゃありません？とにかくこれでウォッチの強化完了ね。そうじゃな。これからはもっともっと強い妖怪とも出会うことになるじゃろう。注意1秒、怪我一生じゃ。油断するでないぞ。頑張ろう。 C ランクへの挑戦バッチリ解決。さあいい感じやね。てかあれなんやね、人間の依頼以外にも妖怪たちのクエストみたいなのもあるってことなんかな。ちょいちょいマークがついてる妖怪がおるけど。その辺もちょっといろいろとやっていきたいなと思います。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことでまたいろいろとメイン進めたり、サブ進めたり、あとまあ気になる妖怪たちに声をかけたり、いろいろやっていこう。